プリン爆殺計画。確かにコロ先生はスイーツが大好きだけど。はい、そこ。私はすでに重要な供述を得ま、お金ないですから無理ですけどね。で、叶えましょう、その夢とロマン。ぶっちゃけ私も食べたい。やってみる価値あるかもな。コロ先生、エロとスイーツには我を失うとこあるもんな。後方支援に徹してた茅野が前に出て計画しているのも意外。この巨大な型に入れる大量の溶き卵はマヨネーズ工場の休止ラインを借り、すでに完成しています。しかし、それ生み出し。でもさ、楓ちゃん、前テレビで巨大プリン失敗してたよ。大きすぎて自分の重みで潰れちゃうって。ゼラチンより融点が高くて熱で溶けにくいので9月の屋外でも崩れにくいはず。おお。第一プリン液注入。基本寒天で強度を保ちつつ、上層部は生クリーム含有率を上げ、ふんわりと。で、これ何？の変化が出るようにするの。型がプリン液で満たされたら天井を乗せ冷却開始。型の外壁には冷却機能が内蔵。また、かわいい。どこまでプリンの特性を熟知してんだ、カヤノ。科学的根拠がありつつ、味もしっかり研究してある。